ガステリア属ガストリアはアロエに近い多肉植物。その姿と花の美しさから観賞用に栽培されるものを多く含む。多くは小型の多年生草本で多肉植物。茎が長く伸びる種もあるが多くはブク茎で地上から葉を密生する。葉は多肉質で扁平なものが多く、絶状や健常のものが多い。灰色は濃い緑だが 円やその表の面や裏面に白い筋斑や斑点、結節などを持つものが多い。多くは2列5星だが、螺旋状のロゼットを形成するものもある。花は、株の中央から伸び出した家系の上に相乗か、円錐状の果樹を形成し、個々の花はうつむいて咲く。花は、筒状だが基部が丸く膨らむ。多くは、 つぼみの時に赤くて先端が緑で、この緑の部分は開花すると黄色に変わる。開花しても花火碑が開くことは、ほとんどなく、先端がわずかに開く程度か、開かないものもあり、また一部では、おスしべが花火碑より先に抜き出る。学名は良い意味する、ガスターにより、これは花の基部が膨らんでいることからの命名である。代表的なものを挙げる。南アフリカのケープ地方に分布。 一部にナミビアまでの分布がある。当初はアロエ族に所属させており、後にハオルシア族と共に独立させた。アロエ科に含めた時期もある。種数は50種、80種との数字もあるが、近年は16種とも多肉植物として観賞用に栽培される。特に本族は多肉植物として最初に植栽が始まったものであるよし、熱心な栽培家により、 育種が図られているものもあって、園芸品種の作出も行われている。幸いは、極めて容易で、どんなことをしても枯れないとか、素方な管理にも耐えるなどとさえ書かれている。また本族と近縁族との間に、人工交配も行われ、俗館雑誌も作出されている。以下のような例がある。ただし、実る性はなく、それ以上の交配はできないとのこと。以下、 主として、朝山ほか、P242 カーター、P281 園芸植物大辞典、P469 カーター、P281 カーター、P281 園芸植物大辞典、P469 朝山ほか、P242 園芸植物大辞典、P469 カーター、P281 カーター、P281 園芸植物大辞典、 P469 松山監修、P30 より、ただしその後に、と言っては大げさですがと続く。朝山ほか、P242 園芸植物大辞典、P471。ありがとうございます。